助手席側の車体を傷つけられるいたずらが頻発。犯人の姿を捉えるため、監視カメラを設置したという。突如、激しく揺れ出す車。そして、窓ガラスには次々と浮かび上がる白い手形が。これは一体、かつてこの車で複数の人物を巻き込んだ死亡事故があったとでも言うのだろうか。